ワンじゃないじゃん。また雨降ってきた。よいしょ。疲れたからあぐらかっことした。これ左だよね。あれなんか出てないの。なんでこれ。どうなってるのこれ。ちょっと待って。かなりが動いてないよ。なにこれ。案内なくなっちゃったよ。あ、動いた。走ってもほうあんまいろは坂だもんな。栃木だけだったらそうだよね。宇都宮とかその辺なら、うん、それ左でしょ。うん、って言ってよかった。左車線行けって言ってたよね、うん、俺の店で。高速乗ったらもういらない？いや、いる。あ、出しとく？うん、あ、そっ、あ、そっか。またすげー降ってきた。実際の標識や交通規則に従って運転してください。どっか目指してるよな、これ。鬼怒川って言ったら、これあれだ、もみじだ。うんうん、うん、もみじラインとかいいだろ。鬼怒川坂って出てねえかな、もう調べてて、これやったら。この先しばらく道なりです。うわ、こうね、道あるね。いろは坂って下に。あ、本当だ。出ないと思うんだよね、高速のあの道は。そうだ、変な道化される。やっぱあ、この道やってんのか。一般と変わんねえな、そんなに。下と上、うん、いくらぐらい違うの。あ、なん、どんぐらい時間違うの。10分。え、だったら下でいいんじゃない。うん、下でいいよ。もったいなくね。高速道路を通るルートです。あ、間違えた。実際の標識や交通規則に従って運転してください。まもなく左方向、花園、うん、なので走っててなんか実際の標識や交通規則に従って運転してください。なんか走っててなんか急に時間伸びそうと思ったら途中でどっか入ればいいんじゃないの、うん、って思うんだけど、どうでしょうか。いいと思う。10分しか違うんだったら下の方がいいじゃん。もったいない、うん、別に慌てる時間でも。交通規則に従って運転してください。そんなに、だもう埼玉だから近いんだよ、場所的には。実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ5キロ先、田中北の左方向です。八方ってどうやる。なんか間違って入んないね、うん、これが1時間とかだったらいいけど。まあそうだね、2時間だったらいいよ。え、2時間。あー、ごめん、変わる時間が
10分程度だったらいいよ。それで3000円は高えよ。到着が一応19時47分。あ、全然いいよ。まあもうどっちにしても暗い時間しかつかないからね。まあ下で行った方が楽しいじゃん。うん、まあ、あ、しかもこれほぼほぼストレートゾーンじゃん。しかも渋滞してるし上、うん、もったいないもったいない。だったら買い捕まった。なんだ事故じゃない。いやごめんね、なんかやだね。着眼って一緒だね。人だった。いやあれは見るべ。あれ完全にさ、なんか動いてると。完全にさ、あれだけのさオブジェだと思ってた。人いないと思ったら動いた。わあすっげえ、ここだけ雨雲なってて面白。でここ行ったらいつも栃木行くとき雨降ってる。いやでもこれまだ埼玉だから大丈夫だよ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。この先しばらく道なりです。あそこ渋沢栄一のあれか、ここって。ん？運転してください。え、場所。この先しばらく熊谷です。すっかん沢って言うの。何これすっかん沢。なんかちょっとここでしょ多分。八方ヶ原。こっち来るには多分やんでると思うよ、この辺あれだし。今日そもそも雨予報じゃないし、あっちの山側だって雨降ってねえし。じゃあ色肌から行きます。交通規則に従って運転してください。およそ 3.5 キロ先、田中さんの左方向です。ここはアウトレットか。福屋、なんとか。深谷か。ここアウトレットだよ。一回も行ったことないよね。はい、こっちの車線で。すっかんが気になる。メイン携帯どこ行った。ああ、私が持ってる。あ、ってるかな。八方ヶ原でスッカン沢ってやんの。俺初めて聞いたんだけど。そうですね、スッポンじゃねえや、スッカンに行けってことだよ。またなんかあっちで爆発を起こしたんですかもね。あ、本当だ、スッカン沢って書いてある。あ、そう。スッカン沢を歩いてきました。よかった。歩いたんだ、うん、まあ登山道もあるからこれはカネダ。これカナダっていうかな、カネダかな。どこ？これ。あ、ごめん、間違えた。長田と全然違った。あれがカネに見えた。まだ4時なんだな、これ。あ、もう5時だ。5時になるけど。日長く、日短くなったな。しかも、ちょうど雨雲の真下に行ったら余計に、いう時間をそっかんで。100キロか。さすがに遠いな。帰りは高速で帰る。まあ、帰りはね、全然高速で行く。あれはね、行っちゃいけなかったね、あの雨の中で。危なかったよ。変な石も踏んじゃったし、家なんか。あれって何、台風だったの？行こう。あれはわけでもないんでしょ。台風じゃないよ、あれ。ゲリラ雷雨みたいなやつで、早い話。まあでも、あそこまで行ったら引き返すのもめんどくさい。